コンデンサである。コンデンサの用途に対する名称である。コンデンサが交流で90度位相が進む性質を利用して誘導性負荷の遅れ位相を進み、位相によって打ち消し、力率改善をする設備。小容量のものでは単体で使用することが多いが、中マイナス大容量では接続する、深層コンデンサの台数が最適になるように、 自動力率調整器によって調節している。深層コンデンサには、高圧と低圧に分かれており、高圧は一般的に交流3 3 0 0ト以上で製作される。低圧は交流2 2 0トで比較的小容量のものが多くある。深層コンデンサの容量表示は一般的にファラッドだが、交流に対する抵抗値である容量性リアクタンス XC。 または無効電力の単位であるバールで表現される場合もある。また電源が単相交流では誘導モーターが始動できないため回転子と固定子の間の滑り次回発生のために深層用コンデンサを加えて使用する。単相誘導電動機においてこの深層用コンデンサを始動コンデンサと呼ぶ。1975年以前に製造された低圧深層コンデンサは 保安装置が内蔵されておらず、経年劣化により、火災事故が発生する恐れがあり、使用中止及び交換が促されている。とりわけ梅雨から9月にかけて多発する。ありがとうございます。